はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、武骨な男のアイアンスタンドを作りたくて鉄筋棒を買ってきました。はい。で、今回購入した鉄筋棒はこちらの16ミリの鉄筋棒と9ミリの細い鉄筋の丸棒になります。で、こいつはですね、16ミリの鉄筋は地面に立てる支柱ですね、これが支柱で、この9ミリをこれに巻きつけるような形でフックにします。で、今からですね、9ミリのこの丸棒をですね、力ずくで曲げて、これにですね巻きつける形で作っていこうと思います。今回の DIY で購入したものをですね、ざっくり紹介すると、まずこちらですね、鉄筋曲げ棒9ミリ用ですね。めちゃくちゃ短いんですけど、こいつの使い方としてはですね、このようなパイプを使って曲げるんですけど、こいつをですね、ここにこういう風に差し込みます。そしてちょっと延長するような形で、こんな感じですね、延長するような形でこういう風に力を入れて曲げるというものになります。こいつはですね、おそらくハウス用のパイプだと思うんですけど、近所のホームセンターに行ったら、たまたまゴミ箱に捨ててあって店員さんにもらっていいですかということで、でいいですよってね、言ってもらったので4本もらってきました。で、このような形で差し込んで、こいつで曲げていきます。お次はこちらになります。鉄筋曲げ板9ミリ用です。で、これは木材なんかに四隅にこのビス用の穴が開いてると思うんですけど、木材とかにビスでこれを揉んで、この鉄板を揉んで固定してから使うような作りになっております。今回の DIY ではですね、サンダーを使います。で、サンダーの取り扱いには、十分注意してですね、作業の方をしていこうと思います。よし、じゃあ作業始めましょうか。それではですね、サンダーの刃を交換しようと思います。よっしゃ、で、まずね、この16ミリの面取りの方をしていこうと思います。で、型の方の方はちょっと尖らせますね、打ち込む方なんで、こっちの方は片方はちょっと尖らして、片方の方は怪我をしないように面取りの方をしていこうと思います。はい。これで入るかな。これじゃ入らないんじゃない。もうちょっと尖らした方がいいよね。ね、ちょうど、丸みをちょっと帯びてるけど、こんぐらいが良さそうだよね。危なくないし。そうだね。これでじゃあ行きましょうか。はい。とりあえず1本仕上げたいと思います。はい。そして、どうしようかな、60cm、長さ的なところまだ決まってないんだよね。その要はさ、焚き火の台からどのぐらい離したいかっていうことなんだけど、焚き火台があってさ、焚き火台の真横にもこの支柱を立てるんだったらさ、結構近い方がいいわけ。焚き火台で調整すればいいんだけど、多少は。一応60センチで切れば40センチぐらいは使えるような感じになるんじゃないかな。65センチでじゃあ切ってみようかね。
これ長さで切ったけど、うん、最後また微調整で切った方がいいかもね。そうなの。その曲がる時にさ、うん、どんな感じに曲がるか分かんないよ。これやっぱりペンキないとダメかもね。なんで？ペンキないとかっこ悪いし、すぐ錆びるもん。塗った方がいいってこと？うん、耐熱ペンキ。すっげー渋ってる。すっごい顔してる。今ずっと熱、うん、こうね、この印、合わせるでしょ。さっきつけたとこね。そうそうそう、はい、反対側も来るでしょ、はい、パイプが、うん、こう来るね、うん、でこれでこのまま、あ、曲げんの、うん、マジ、うん、すごいね、やるね。いっちゃう。できる？いいですか。はい、いいよ。せーの。いや、これ結構硬いね。はい、そりゃそうでしょうね。全然じゃない。本当だ。でしょ、そんなんさ、簡単にさ、折れてたら。いや、9ミリでも全然曲がるって書いてたんだけどな。本当に熱しないで。うん、あ、曲がるよ、ほら。お、曲がってきたんじゃない？うん。お、曲がった、曲がった。お、曲がったね、すごい。かっこいい。あ、いいんじゃない？すごー、結構曲がるね。うん、こっちが長い方だから、こっちを回していかないといけないんだよね。あ、うちはでもいいじゃん。すげえ。こっちはもうちょっとだね。くるっと。くるっと。しないの。これってこまま？うん。あ、こままなの？こまま。くるっとしないの？もう一周は多分無理だ。炙っても？うん。で、炙ったらわかんないけど、とりあえず1本目はこんな感じ、うん、ちょっとこう下がってるよね。上がったはず。ほら、じゃじゃん。あ、本当だ、上がった上がった。いい感じだろ。うん、上がったね。はい、鉄筋曲げ用のね、さっきのあの曲げ板の方を、うん、一応あの土台となる木材にビスで留めます。はい。じゃあこれでさ、うん、あの上っていうところがもう出てきてるじゃん。うん。だからこの曲げるのがさ、もしこっちに間違って極端に言ったら、うん、おかしいから、うん、この上にちょっと線を引こうかな。分かりやすいように、うんうん、こっちが頂点だよっていう意味の線ね。このラインが頂点の線、うん、おお、曲がるね。ちょっと斜めた。こういうことで、ほら、頂点がずれるってことだ。あー、ほんとだね。うん、万力があったらいけるんだけどな。うん、ちょっとなんかまっすぐではないな。いいですか。はい。
じゃじゃーん。おお、いいじゃん。まあ、結構いいかもね、うん、いいと思う。なんかわかる。ちょっとす白が緑だからなんか透かしてるけど、わかるかな、この感じ。ほんとだね。風が吹いたらこのぐらい多分平気で入れるんじゃないかな。うん、ビヨンビヨンビヨンって、ビヨン。うん、大丈夫じゃない。耐震性能は、うん、結構強風吹いてるね。結構強風、うん、結構強風想定してます。ああ、なるほど。でも大丈夫。もうビヨン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 。黒い印のところらへんだからね。もうちょっと、いいね。ちょっと曲げてみるよ、うん、近づける。ちょっと柔らかい。ちょっと待ってね。あら、ガスもなくなったね。ポーズ。こんな早いもんなの。まあそこ。やってなくなりますよ。でも、さっきとどう？炙ったのと、炙らないで自力で曲げたのと。気持ちいい。柔らかいぐらい。うん、ほんの気持ちいい。そうなんだ。あれ変わんないってことじゃん。火力がさ、足りないとは書いてあったんだよね。どうやったらこんなキツキツに巻けるんだろう。やっぱ万力である程度整えないとダメだもんね、うん、最後。でもこっちの方がさ、炙ってない方がなんか曲がってない、うん、ギュッてなってるで、うん、こっちが炙ってない。やり方してて、パイプがさ、やっぱりでも隙間があるからダメなんだよ、あれ。こっちが炙ったの。あー、ぴったりじゃないとダメってこと？曲げる時のパイプが、うん、やっぱりキツキツのパイプじゃないとさ、うん、丸くなっちゃうんだ。その力がどうしても逃げちゃうから、うんうん、できるだけぴったりがいいんだよ。ぴったりなパイプで曲げないと曲がんないのかもしれない。で、ちょっとで、ギューッと下げますね。やっぱりもう一本曲げた方がいいってことか。
あ、ハサミとか用と、うん、夜間用と、夜間用、ランタン用と、うん、3本。そうだね、あったら楽だよね。うん、そこにティッシュを詰め込みます。ティッシュじゃダメでしょ。発想が可愛いね。いいアイデアだと思うんだけど。発想が可愛すぎな。幼稚すぎるんでしょ。いいですか。はい。3度目の正直。1度目と変わんないと思うよ。うん、いや3度目はほら、ケコがいったからさ。あ、ちょっとまあ、あのコツが。わかったもんね。え、私も曲げてみた。え、曲げてみる？曲げてみようかな。大変？難しい。女でもできるか試しに。うん、女の人でもできるか。私も一応女だからやってみるね。一応女。一応女。こう、こう。で、今から嫁さんが9ミリの丸パイプを曲げます。いくよ。ちょっと待って、ゾーン変えた。いい？いいよ、やるよ。はい、せーの。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、あれ、おかしいぞ。あれ、思ってたんとちゃうぞ。まだ力入れてないからね、全然。あれ全然力入れてないよ、まだ。まだ旦那さんが結構軽く曲げるから柔らかいのかなって思ってたけど、なんかちゃうぞ。どうした？顔真っ赤になってる、私。力入れると顔真っ赤になるんだ。どうした、どうした。まだ力入れてないんでしょ。入れてないよ、全然入れてない。今集中してたんでしょ。そう、力全集中。そうそうそう、手にね。うん、あ、分かった。コツが分かった、今。今分かった。あ、今分かった。こうだ。ダメじゃん、もう。諦めて。すごい。自分でしてみてからだったら凄さがわかる。今度こっちを、じゃあちょっとここにこう固定してさ、うん、こっちをこう曲げていってみようかな。うん、そこまで来るとだいぶ楽。いや、全然楽じゃないよ。こっち綺麗に曲がった。あ、本当だ。ほら、今だ。すごい。ね。あ、上手上手。これだわ。めっちゃ上手じゃん。やっぱ3度目の正直だね。うん、3度目の正直だよ。本当だ。ほら、全然。学習してんじゃん。うん。失礼な。超上から。綺麗だよね。うん。先の印のところをさ、ここに当たるようにしてさ、こういうふうにこうして、ここを軸にちょっとギュッと上げてやる。すると、するといらない。するといらない。ね、ほら、
集中してしまうんだよね。だいぶコツが分かってきたね。こうしたらこうなるとかさ、うん、いいでしょう。初めてにしては上手なんじゃない。あ、でもやっぱそれ3回目に作ったやつね。あ、やっぱ上手だ。上手でしょ、うん、違う。3回目のこいつが違うよ。あ、違うよ、全然違うわ。これはじゃあ夜間用だから、うん、これも一緒にこれと似たような感じで曲げようかな。ランタンと同じ、うん、U 字に、うん、すごいっすね。ええやん、ええやん。で、これも一応確認して、うん、今こんな風だね。一番頂点に印をして、こっちが上ですよっていうことね、うん、一番頂点にマーカーをしてここを曲げていく、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗な U になった。やばくない？うん、すごい綺麗だよ。いいね。ねえ。あ、やっぱりちょっと曲がるね。あ、本当だね。ねえ。なんかちょっと上手じゃない？うん、上手になった。これいいよね。綺麗に U 字になったもんね。ねえ、これもうちょっとじゃあ綺麗に U にしようかな。うん、こいつも、うん、うん、いいんじゃないでしょうか。ね、かっこいい。うん、すごいよくできてるよ。なんかちょっと斜めてるけど、ま、ご愛嬌だな。直せやって。
いや邪魔なんだけど。ね、何なの？そういう絵いらないから。いいね。いいんじゃん。ちょうどいいじゃん。うん。あと黒く塗るだけだ。耐熱塗料が打ってたからさ。耐熱塗料でちょっと塗装をして完成かな。うん、黒くなったのまたかっこいいかもね。かっこいい。絶対かっこいい。ね。うん。よし、じゃあ次はキャンプ場でお見せします。うん、はい。いいのができました。うん。なんだかんだで。1回目より2回目、うん、2回目より3回目だね。3回目。3回目のこの、あのケトル用のね、うん、フックがめちゃくちゃ良かった。そう、U字がね、うん。ここのこの曲がり加減が、うん、すごい綺麗にできました。はい。で、まあやってみてですね、あの、炙ってやるよりは力ずくで曲げた方がうまくいくっていうのがまず分かった。うん、で、よりあのパイプはちっちゃい方が、9ミリの、ま、あの丸棒を曲げるんだったら9ミリにより近い方が曲がりやすいっていうのも分かりました。うん、3度目はですね、あのコツをつかんで結構ね、あの綺麗に曲げることができたんですけど、やっぱりね、うまくなっていくね。3回目はすごい上手だった。3回目は全てがうまくいった、うん、この先端の S も S に上がった先端のフックも良かったし、巻きつけ方も良かったし、うん、巻きつけ方が絶妙に良かったね。絶妙に良かったね。見た感じもめちゃくちゃ綺麗にできました。うん、できてたね。じゃあまた。はい、ということでですね、うん、今回の動画は武骨な男のアイアンスタンドということで、あの作ってみたわけなんですけど、まあ、思ったよりうまくいって大変満足でした。はい、はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。言わない。バイバイ。バイバイ。